これでまた思いっきりペンギン歩きが見られるや。せっかく貸してあげたのにこれがつまんないとかめっちゃ信じらんないよね。動く鳥見てると疲れるとか言ってたけど、動かない鳥なんて多分鶏肉くらいだよ。鶏肉の DVD とかめっちゃつまんなさそう。そっちの方がアホだね。よく来てくれた。私がこのプロダクションの社長、高木淳二郎だ。君の仕事は我が社に所属するアイドルたちをプロデュースすること。目的は彼女たちを芸能界のトップへと導くことだ。いい返事だ。その返事を聞いて改めて私はピンときた。君は将来有望そうだな。ぜひ活躍して我が事務所の救世主となってほしい。実は今回君に担当してほしいアイドルたちは数ヶ月前のデビュー以来どうもパッとせんのだよ。だから彼女らには若手のすごいプロデューサーを担当につけると伝えてやる。みんなとても期待しているからよろしく頼むよ。ではまずプロデュースする女の子を選んでくれたまえ。天海遥香くんを選んだか。彼女はとっても歌が好きで素直な子だったのだが、いや最近少し落ち込んでいるようなのだよ。でも根は明るくて頑張り屋のごく普通の子だぞ。天海くんは朝一番で近くの広場に向かったようだ。迎えに行き活動を開始したまえ。最初から。うわあ！あ、はい、平気です。慣れてますから。はい、そうですけど、あなたはどうして私のことを？本当ですか？プロデューサーさんが来るって話は聞いてたけど、社長の冗談だと思ってました。はい、こちらこそよろしくお願いします。でも本当にいいんですか？私もうデビューして半年も経つのに全然人気がなくて、同じ時期にデビューして人気が出てる人たちもいるのに、私はレッスンぐらいしかすることがないんです。
な気持ちは誰にも負けません。だからよろしくお願いします。あれは苦手だから練習してたんです。すっごく下手ってわけじゃないんですけど、うまくなくて。ありがとうございます。なんだか今日から全部うまくいくような気がしてきました。よろしくお願いしますね。あ、私のことは小鳥さんでも小鳥姉さんでも小鳥ちゃんでも好きなように呼んでください。あ、音なしさんですか。いえ、いいんですよ。仲良くなるのはだんだん。さて、早速ですけど、一日の始めにはその日のスケジュールを決定してください。でも今日は初日ですから、初めてのお仕事とボーカルレッスンをするようにと社長が言ってましたよ。あ、大丈夫ですよ。最初はよくわからなくても、詳しくはこの後私から説明しますから。はい、わかりました。難しいことは私にドーンと任せてくださいね。それじゃあ説明を始めます。ではまずこちらに注目してください。1週間に実行できるお仕事は2つまでとなります。ですが、お仕事にはそれぞれタイムコストが設定されていますから、お仕事のタイムコストの合計が3コスト以内であれば自由にスケジューリングができます。1つのお仕事で一気に3コスト消費するもよし、2つの組み合わせで3コスト消費するもよし、どうするかはプロデューサーさんの方針次第です。それとお仕事の中には資金、俗に言うマニーが必要になるものがあります。このお仕事にかかるマニーをマニーコストと言いまして、所持マニーを上回ってしまいますと、さすがプロデューサーさん、理解が早いですね。ところでだいぶ説明が長くなっちゃいましたけど、このまま続けても大丈夫ですか？では続いて日本地図に注目してください。地図上に数字とアイコンがありますね。まずは数字について説明します。数字は各エリアで応援してくれているファン人数を表しています。エリアでお仕事をすることでお仕事したエリアのファンが増えていきますよ。次にアイコンに注目してください。アイコンの色はファンの注目度を表しています。注目度は
ファンがどれだけそのアイドルに興味を持っているかを測るものになるんですよ。アイコンの色がピンク色の場合、ファンの注目度は最高の状態です。ですが何もしないでいると注目度は毎週下がっていって、それに伴ってアイコンの色も黄色、緑、青とどんどん変化していきます。青はほとんどアイドルへの興味がない状態ですよ。注目度が下がるとファンはどんどん離れていってしまいますからね。その通りです、プロデューサーさん。ファンの注目度を上げるには、そのエリアでオーディションに合格して歌番組に出演したり、資金営業を行ったりすると効果的です。いい質問ですね。そんな時に役立つのが全国オーディションです。レベルの高いオーディションになりますが、合格し全国放送に出演できれば、エリアオーディションほどではありませんが、一気に全エリアのファンの注目度が上がりますよ。はい、お願いします。それと各エリアにいる記者さんについても説明しておきますね。記者さんがいるエリアでオーディションやライブなどのステージのお仕事をすることで、たまに取材のお話が来ることがあるんですよ。はい、その通りです。記者さんから取材を受けると、取材効果でファン人数がより増えたり、お仕事でもらえる報酬、つまりマギーが増えるなど、さまざまないいことがあるんですよ。ただしステージでいい結果を出せずに取材を受けた場合には、いい結果の時とは反対にマイナスの取材効果があるので注意してくださいね。記者さんと上手にお付き合いしながらプロデュースしていくことが大事なんですよ。あ、それと記者さんから取材を受けている時は、ユニット情報にアイコンが表示されるんです。取材は一度に一人しか受けられないので、お気に入りの記者さんから取材を受けているときは、他の記者さんから取材を受けないようにお仕事をするエリアを調整してみるのも手かもしれませんね。さてと、まだ説明は少し続くんですけど、このままお話を続けてもいいですか？丸ボタンを押してください。その時々の
の状況に合わせてお仕事の種類を選ぶようにしてください。はい、お仕事の選び方についての説明は以上となります。ごめんなさい、プロデューサーさん、もうちょっとだけお付き合いいただけますか。あともうちょっと説明したいことがあるんです。我慢して聞いていただけませんか。プロデューサーさんたら。では説明を続けますよ。営業では様々なクライアントからの依頼を受けてアイドルとしてお仕事をしてもらいます。実際にお仕事をするのはプロデューサーさんが担当している女の子ですけど、プロデューサーさんはそのお仕事がうまくいくように女の子にいろいろなアドバイスをしてあげてくださいね。はい、基本的にどのお仕事でもマニーが得られます。クライアントが報酬を支払ってくれますからね。オーディションは合格してテレビに出演すれば出演料としてマニーを得ることができますが、オーディションで不合格となりテレビに出演できなければ出演料は発生しないのでマニーを得られません。あと先ほど言った資金営業ではクライアントがナムコプロになるのでやはりマニーは得られません。ライブも主催はナムコプロになるので開催にはマニーコストが必要となります。ただしライブが成功すればその分売り上げが上がってたくさんマニーが得られるかもしれませんよ。お仕事で得たマニーはアイドル活動を行っていく上で不可欠な運営資金になります。例えばアイドルのみんなの新曲を発表したりステージ衣装を買ったり先ほど説明した資金営業に使ったりライブを開催するのに必要になったり、さらにはレッスンを受けるために必要になったりと本当にいろいろと使いますから、バランスのいい使い方を考えてくださいね。あと招待情報を表示することで各お仕事で得られるマニーを確認することができますよ。あとオーディション、ライブ、フェスはその結果によってファン人数やファンの注目度、得られるマニーが変わることがあります。全力を出せていないステージには誰もついてきませんからね。では最後にレッスンの説明に行きたいと思います。どのレッスンを選ぶかはプロデューサーさんの方針次第ですけど、今週はとりあえずボーカルレッスンに挑戦してみてください。本来レッスンはマニーコストがかかりますが、今週は事務所のへそくりを使ってくださいね。これで説明はおしまいです。それではプロデューサーさん、実際にスケジュールを選んでみましょう。